そしたらこのまま海に行きますかね。海に行きましょう。海へ行きましょう。来た道戻ってもいいな。うん、こっちの道険しいからな。よいしょ。おいおい、コンドーム捨ててあるよ。参ったね。やめてくんねえかな。よっこいしょ。おー、雪で滑るぞ。おい、あれよっとい。ふう、結構傾斜あるね。おーおーおー雪合戦してる。いいな、楽しそうだな。さあ気をつけて帰ろう。気をつけていきましょう。
ていいのか。なんで思ったよりはずっとまあスピード速いんじゃないかなと思うんですけど、今も50キロですからね。だらだらだら随分詰まってるな。してるような感じで、左あれスペインですね。あれスペイン。で、わかるかなこれ。前、日本大使館の周りの通りには結構桜が植えてあるんです。で、ソメイヨシノもねあって。だ、もうちょっと暖かくなると、そうですね。5月ぐらいかな。5月ぐらいになると、もうソメイヨシノも満開になって。この辺はお散歩に来るととっても日本人としては嬉しくなれる通りですね。花見がしたいよ、花見が。大使館前でお酒なんか飲んでたら怒られるんだろうな、きっとな。すごく怒られるんだろうな。なんかビルのフロアの一部を曲がりしたみたいな感じでやってます。
中国ですらね、ちゃんと建物持ってるっていうのに日本はやんないですね、それね。あんまり重要だと思ってないのかもしれない。この国はあんまり重要ではないという外務省の判断なのかもしれないです。まあ小さな国ですからね。寒いんだろう。